はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回は次の日イミオの食料品店プレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、次の日の最新作、今回の舞台はスーパーマーケットということで、いつものね横スクロールでどんどん怖いことが起こり続けるホラーゲームの最新作。スーパーマーケットのホラーってどうなんですかね。でもちょっと面白そうですよね。このサブタイもイミオの食料品店ってね、霊食べちゃってるって書いてあるんで、何か恐ろしい感じがひしひしと伝わってきますね。早速プレイしていきたいと思います。プレイ。もうおしまいだ。閉店後のスーパーではイミオに飲み込まれぬよう速やかに退店してください。まあイミオに飲み込まれる云々にこう関わらず、まあギリギリで買い物されるとね、締め作業がっていう遅れるんでっていうこともあるか。申し訳ないですよね。お、霧たち由美。うわー、なんかいいね、綺麗な名前だ。めっちゃ書いてある、ちゃんと。中学校時代は剣道一本でしたかとか書いてますね。いいこと、ちょっと、いい感じに書いてる。これは受かるだろう。あ、またいる。目黒アスナ。アスナだ。私、アイドルを目指していて、一人暮らしするために、お金を貯めたいと思う。うわー、いい。え、これ何見返すって、おい。なんかないよね、そういうのね。平日は20時から21時。手出勤は土日は入りません。20時から21時。手出勤が可能です。1時間だけ。まあでもアイドル志望っていうことで多分可愛いんでしょうね。この2人なんだ。今回2人の人物をこう左に動かしていくって感じなのかな。あ、採用通知。やっぱ2人とも採用。うわ、ちょっと待って。当スーパーでの操作はマウスキーボードに対応しております。おい、まずこれ採用通知と見せかけた取扱説明書。いつもの感じでこう左に進んでいくっていうシンプルなゲームシステムですよね、多分。採用しちまったよ。これから何が起こるんだ。お、ちょっと待って、これ売れないだろ、こんな。誰だこれ、パッケージ。ビスコか、これ。ぶっ壊れビスコあるぞ、おい。ダメだよ、こんなの。これおかしいよ、これ。あー、でも、すごいいい感じの、あれだな。お、おばさん。あ、いいね。すごい、スーパーっぽい。本当にすごいな。すごい作り込みが。ああ、これやめた方がいいって。次の日くんやめた方がいいって。焼き芋とかね、焼き芋ね、買いたくなるよね。めっちゃいい匂いすんだよな、焼き芋コーナーの付近。ああ、すごいな、マジ作り込みすげえな。背景のなんだろう、これ海苔か。焼き海苔、最近僕もねよく買って食べてますわ。やっぱ海苔なんだよな。切り出し先輩。わ、これ絶対アイドルの子だ、やっぱり。メグ、お疲れ様。今日はお店の人数が足りてるから私たち上がってほしいって店長が言ってましたよ。はい、本当？それじゃ帰ろう。はーい。ちょっと俺なんか別に、あら、かわいい。仲良し。いいね。ちょっとメグ怒られるよ。心配しすぎですよ。いいね、仲良し、いいね。お客さんに見られたらどうするの。え、そういう関係。私は構いませんよ。え、そういう関係。ええ、そういう素敵な関係。あ、見てんじゃねえよメガネこれ。あ、店長だった。危ね。あ、お疲れ様です。店長お疲れ様です。キリタチさん、また万引きが増えているので不審なお客さんがいたら教えてください。ほう、はい、わかりました。目黒さん、キムチはちゃんとしてください。この角度、この。はーい、それじゃあ今日は帰っていいからね。店長優しいな、すげえ暴言入っちまった。さあ行きましょう先輩。仲いい。いい、いいゲームだ。これがおかしくなっちゃうの、ちょっとやだな。いいじゃん、もうこのまま2人とも仲良しでなんか日常進んでいく感じにしてくれよ。もう万引き犯を
ぼこりながらさ、あ、これ主人公桐立さんかな、なんか今なんか変なこと書いちゃった。メグ、今日もお疲れ様。店長、万引きが増えてるって言ってたけど本当かな。ねえ先輩。なんだ、何、私見ちゃったんです。おい、なんだ、え、何を、顔色悪っ。この前閉店後の店内で戸締まりチェックしてたら確かに見たんです。何をよ。鏡から青い手が出てきてお店の商品を持って行ったの。え、万引き幽霊、クソだなマジ。大将どうすんねん。万引きが増えてるのきっとあの手が原因なんですよ。うーわ、何の、手にめちゃくちゃローションでもついてるのかこいつ。やだな、メグはそんなこと言って。冗談なんでしょ、信じませんよねこの話。お、信じてやれよ。おい、俺は信じてるぞ。桐立先輩も信じてるって。あー、仲いい。ねえ先輩、一緒に帰ろ、帰ろ帰ろ。メグ、本当なの、最高の職場かよ。おい、次の日、閉店か。はあ、遅くなっちゃった。もう閉店か、帰ろう。鏡からっつってたな。お、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかここにスタンバってるな。移動する、移動式鏡なのこれ。ちょっと待って、うわ、閉店、うわぁ、なんかいる、なんだなんだなんだ、おお、カードが、あー、次の日、あ、違う、次の日くんが、まあでもあれちょっと不気味だからいいか。なんか病気だわこれ。私しかいないのこれ、閉店作業一人じゃ無理だって。あ、いるじゃん桐立先輩。いる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 。メグ、メグお疲れ様。暗くて怖いし早く帰りましょうよ。え、うん、早く帰ろう。あー最高。うわー、なになに、なんか書いてる、なんか書いてる、なんか書いてる、何の音、なんて書いてんだろう、青い文字で。いや、餃子食べたいな。私、暗闇が怖いんです。みんな、暗闇好きなやつなんかいないよ。怖いんです、先輩。ああ、もう、あたいがもう全員ボコってやるから任しとき。もうちょっとだからね、メグ。もう全員もう、ボッコボコにしたるけんの。ああ、もう、とりあえず、なんとかなったか。なんか、店内 BGM もなんかキモくないか？おい、なんか怖い。ここから出して先輩。おい、で、出す。なんか雰囲気悪いな。こんなんだったんだ。まあ、バックヤードってこんなもんか。早く休憩室へ行こう。店長、おー、ファッキンミラー、ファッキンブルーミラー。いやー、なんか汚い、ちょっとゴミ放置して、こんな、衛生面良くないぞ。おい、まずいって、こんなネズミが出まくってるスーパーはガチでやばい。あ、そういえば。うん、私だよね。この写真のモデル、メグに変えてもらうように店長に言っておいたからね。え、そうなんですか？だって、モデルになりたいって言ってたでしょ。それなら私よりメグの方が適任じゃない？確かに。うわぁ、もういいね。てんてんてん。え？逆にダメ？優しいよ。優しすぎるよ、先輩。
私どうしたら。何、え、メグどうしたの。え、停電。あれ、え、シュンポさ、行こう先輩。おいメグ、おいメグやめ、大丈夫かメグ。メグなんかもう囚われてる空気感が、もうはい、うざい。うわー、もう何これ、もう誰、加工してる人、なんか食品加工してる人。もうこれなんとかなんないのこれで。神棚でこの人探しています。店長、店長、戸締まりチェックが終わりました。あ、桐谷さん、残業してもらって悪かったね。いえ、大丈夫です。ねえ桐谷さん、目黒さんなんだけど、今日どうして来なかったか聞いてない。え？What？ なんだ？何？この人を探しています。行方不明なのもう。え？メグさん、昨日から家に帰ってなかったみたいなんだ。今日ご家族から捜索願いが出されたらしい。そんな。うわぁ！でもメグは今ここに。うわぁ！おい、マジかよ、おい！楽しいゲームだなと思ってたのに。え、あれ、私メグだ。キータイさん、それ何持ってるの？うわ、なんか手掴まれたところ青くなっちゃってる。え？なんだこれ、すごい変わった。タケノコ、なんか人形か。なにこれ、どうして私こんなもの。しかもなんか超臭そう。落とし物なら店で預かっておくけど。優しいな店長。 はい、お願いします。メグが失踪した。うわメグ、そんな顎関節症になっちゃうって。次の日、何なんだこれ、なんて書いてあるんだろうな。はあ、消えないな。なんか書いて、あと何とかって書いてあるのかなこれ。あ、店長、今日も残業してもらって悪いね。落書き消えた？それは全然消えなくて。子供のいたずらかな。あの、この落書き、鏡の裏から書かれていませんか？そういうこと？え、バカなこと言わないでよ。うわー、こいつ、行方不明になったパートの人たちなのか。店長、後ろに。仕方ない。上から紙を貼って目隠ししておいでよ。わかりました。はあ、もうちょっとここでのバイトはちょっときつい。うわメグ、うわ、また、おい、いっぱい書かれてる。こう鏡の裏の世界みたいなあれなのか。あの文字、鏡の裏から書いてあるような感じだった。チェアスケチェーって、あとじゃなかったか。声に出して読むと助けてって聞こえるんだよね。うーわ、さっきのタケノコの人形、とんでもね、飾る。うーわ、でも全然出てこれんの、向こうから。うおーい、桐谷さん、さすがに気づいて。うわー、もう店内もうローションまみれやん。吉村さんが、うわ、え、また停電。ライト、なんなん、やめて。いえ、ブレーカーが落ちたの。やけに青い、やけに。万引き犯多いな、おい、最悪。ちょっと待って、吉村さんがあたいにバトル仕掛けてきてる。うわ、
なんだ向け追うメグ。これメグか。え、なんでそれメグの名札。あ、やっぱ違うかなんかと、なんかあんまりビビってないね、主人公。ん、もしかしてメグが来てるんですか。お前ひゃ、ね、逃げわる。私が、え？え？お前が悪いみたいなこと言ってた？吉村さんもうついてこないんだね。私忙しいから。わかった。あの人、外国の人だったのかな？いやいやいや。言葉が聞き取れなかった。何？でも、名札に吉村って。主人公どういうことなのこれ。あれ店長、あ、やばいこれ。あ、そういうことか。鏡の裏に入り込んじゃってんだ。出ないと出れないのこれ。うーわ、目に釘が刺さってんのか、目ん玉が飛び出してんのか、キノコが生えてんのか、なんだこいつ。うーわ、そういうことか。ちょめぐ、ここやばいよ。ここ空気感が、空気が悪い。ここ、あ、メグ？メグだ。うわ、カリカリ、カリカリしてる。うわ、めっちゃよだれ、よだれ出てる？メグ？そこにいるの？すっごいうるさい。カリカリ一回やめてくんない？ちょっと。あ、開ける？あー！大名人！なんとかなんないのこれ。大名人で、あ、戻ってきてる。神棚のおかげで。あれ、え、え、セヌピアル、セヌピアイ、先輩だ、先輩。うわ、いや、そこはちょっと行きたくないな。この鏡をもう割ろうよ、もう。これ向こうに下がってるんだ。うわっ、やばい。うわ、行方不明じゃないことにしようとしてるのかな。メグ、そこにいるの？いるの？あ、またむいげあわるい。また、このやつある。もうこれ何？これ。これどうしてここに？やばい。むいげわるい。どういうことだ。これさっき吉村さんが言ってたことか。お前ひゃむいげあわるい。むいげあわるい。なんだむいげあわるい。これメグが私に渡そうとしてるの。いやー、もう出てきてるって。でもメグはどうしてないの。うわぁ、先輩。なに？そこからは、そんな、窮屈だからやめとき。もう、次の日。手すげの日。メグはこのスーパーのどこかにいる気がする。昨日のパートさんにもう一度聞きたいけど、誰に聞いても今は働いてないって。吉村さんだ。吉村さん、昨日の人確かにこの人だった。もうこんな、もうこんな距離やめて。もう名札があった吉村って。
行方不明になった吉村舞さんだろう。うわぁ、いたいた、いるいる、ここに吉村いる。どうしてこの人がメグの名札を持っていたの。いや、そうだね、確かに。もう一度探してみよう。いや、もうきついけどな、もうきついけどな、もうこれ以上は。うわぁ、デカめの、こんなんいたらもうおしまいよ。いやー、深い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 、虫の羽音を深い、本当にやばい。これもう主人公も裏と表のなんかこうギリギリのところにいる感じになってるかな。ピアヌパンはピアヌなんだ。え、キャ、また ライト。うわー、大変、ブレーカーが落ちたの。これ主人公なんか全然大丈夫そう。なんだ、見えてないのかな。主人公守られてる。ちょっと店員さん、どうなってんだよこれ。確認してきますのでお待ちください。おい、てめえをもう出ろ、てめえ外出ろ。うわー、もうなんなんだこれ。うわー、もう、いやでも一応表なのかな。どこなんだここはよ。うわー、俺は来てえバカ野郎。いやー、この人なんでこんなんなの。なんでこんなんなってんの、この人。なんか強烈なアレルギー。あー、メグ、イムイヨル、イムイヨか。うーわー、なんなのここ、本当にどうなってんの。あ、メグ、綺麗な状態のメグだ。口なんか大きく開いたりしてない。あ、でも、あーでもなんか、あーでもなんかダメそう。なんか、なんかフフフフフ言ってる。メグ探したんだよ。あ、あれ、どこ行っちゃった。え、あー、え、休憩室に行くの。なんかギリ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 保ってる感じ。今までどこにいたの。おい、なんか喋ってくれよ。捜索願いも出されてたんだよ。もうこっち戻ろう、もうちょっと。ねえメグ、もうダメなのかな、救えないの。メグ、 なんで笑ってるの。もうダメなのこれ。なんとか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 。うわあ、ああ、店長か。キルさん、店長、お店が停電して。それどころじゃないんだよ、これも一緒にいちゃいけない。え、でもメグが。メグさん、まさかあの子がここに呼び寄せたのか。店長、メグはここに。店長なんか知ってんのか。うわー、出してくれ。なんなの、あたいも出たいよ。行こうメグ、お店の電気つけに行かなくちゃ。店長はまともなんだな、割と。なんだ。うわー、またか、もうガリ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 してる人いるよ。万引きしてたのかな、こういうのが。こういう感じで。うわー、出た、不快なやつ。あー、メグ、え、あ、待って、どんだけ休憩したいの。ちょっと待ち、まだ神棚が光ってる。なんとかなんとかなんとかなんないか。何の音だ。うわー、いっぱいいる。メグだけならよかったけど。セヌっぽい。メグどうしたの。
この人形、メグが私に渡そうとしていたんでしょう。私、メグともっと話がしたいの。ここ、開けるよ。やばいって、知らない友達もいっぱいいるから。あれ、あら、この、タケノコが交差して、あれ、あれ、え、どういうこと、先輩、あ、神棚が、言葉が戻った。ああで、これやばい、あうわ、あえ、ええー、どうした、どうしたどうしたの、急にどうなってんだこれ、え、もしかして、え、あ、そういうことか。え、これあれかな、入れ替わっちゃったのかな。キリタチさんは、これ主人公がこっちの世界に、キリタチさんがこっちの世界に行っちゃったのかな。で、メグは表の世界に戻っちゃったのかな。なんか刺さってんもん、なんか、ひっ、 なんで光が怖い。え、なんで、早く出る方法を見つけなきゃ。しかもあの神棚が、神棚が壊れちゃったから、あ、言葉には意味を、こと、あ、これだ、助けてよ、そういうこと、え、あれ、なん、つまり何だったの、あれ、つまり何て書いてったっけ、あれ、なんだっけ、ヒーリーたち助けてメグ、うん、あの人形の裏に書いてあった言葉、あれはつまりなんだ、なんて書いてあったんだ、あれは。うわー、もうダメだ、神棚の鏡もなくなっちゃってる。店長、店長、警察さん、そこにいるの。うわー、店長、目が、あ、店長、両目を、私も片目を潰されました。傷が痛い、痛い、医薬品売り場から何か持ってきます。待っててください。めっちゃいい子やん、キリタチさん。マメグさん、うわー、触んな、一人しないで連れて行ってくる。しっかり捕まっていてください。もうついてくんな、おい、ついてくんな、おい、女の子ならいいけど。行方不明になった人たちはこの世界に閉じ込められてたんだ。スーパーだと似てるのに、って出口がないんだ、どこにも。まだ生きていた人たちはネズミや生ゴミを食べていた。なんなんだここは。そしてそして死んだら、うわ、ネズミ食べてる、死んだら、何、あ、なっちゃうの？あー、メグ！先輩、今、メグの声が。メグロさん、きっと彼女が僕らを呼び寄せたんだよ。探さなきゃ。そうなの？メグが？何のために？どういうことなの？やば！そんなする？そんな刺さなくても。うわー、もう店長、もうこんなんだ、こんなん言ってたっけ。何人も行方不明、ぬなてて、ぬてて、ぬて、意味よひゃ、栄光世界、なんなでや、栄光世界なのか。店長、
店長もう離れてもらっていいですか。もうキモいんで。ご、け、言葉がおかしい。店長しっかり。気づいた。向こうに明るい世界が見えるんだ。え？もう闇しか見えないのに見えるんだ。何があるか分からないが、君だけでも言ってくれ。マジ？明るい世界。店長、ここで待っていてください。明るい世界。なんか書いてあるって。何？私何？何何何？ゲヌセ、ゲンセ？ゲンセ、ここから帰れる。本当にか？本当なのか？なのか。もう鏡から出ようや。え？鏡の向こう側っぽいけどな。よし、吉村さん。うちは誰？あ、吉村。吉村舞さん。吉村さん、ちょっと。お前は無意義悪い。お前が悪いみたいなこと言ってる気がするんだよな。無意義悪いって。この人形、メグが私に渡そうとしてたんでしょ。身代わりか。お前が身代わり。私が身代わり。私が誰の。メグの？嘘。あ、だからね。はいはいはい。ね、首がんぶりしすぎでしょ。そんなになっちゃったんだ。うわー、助けてってめっちゃ書いてある。あ、救助先輩書いてある。あーあーあー、ああ、ジェー、メグはでも戻れたのかな。ごめんなさい先輩、ごめんなさい。でもそう、なんかしようと思ってしたんじゃなくてこうなっちゃったのかな。ああ、いや、これあれだったのかな。もうそういう感じになってたのかな。恋にやったのかな。メグは私を身代わりになんてそんなはずない。ああ、そういう感じなんだ。ね、先輩一緒に帰ろう。ああ。そんな、メグは私を。ああ、そうだったのか。だからこう優しすぎるよとか言ってたのか。もう、怖いってさ、これ。この人形のせいなのかな。なんだ？行き止まり。おい、もうダメってこと？ケンセって鏡にしか映ってないじゃない。こんな怪我をさせられて不衛生な場所で生きられるわけない。本当だよな。イムイヤオに抜けてて無を永遠の闇。うわー、もうやめろ、永遠の闇やめろ。うわー、汚い汚い。闇の中で現世を呪え。うわー、もう汚い汚い。うわー。
最悪。そういうことだったのか。結局でもメグも、ああ本当はここまで行ったら扉あったのかな。私生きて結局二人ともなんかこう不幸な目になっちゃったってことかな。マジかよ。もう最初もユリ展開でワクワクしてたのにな。そう、うわもう最悪。もうもう最悪だよ。もう結局二人ともダメだったんだ。はあ、うわもう絶対これ怖い顔してくるよ。絶対怖い顔してくるこれ。あ、私の声が聞こえますか。はい、やめて、やめてね。牛蜜時鏡の前に来て。結構いますけどね。結構トイレとか。うん。やめてよ、なんか。あ、大丈夫だった。クリアデータをセーブしました。牛蜜時にプレイしたらなんかあんのかな。もしかして。うわもうこれオープニングがもう裏の世界の言葉になっちゃってるじゃん。ふえ、もう一回プレイしたらなんかあるんですかね。ちょっともう一回行ってみますか。閉店後のスピアデヒア、イムヨに読み込まれる。はい、全部闇のこうイミヨのなんかあれになっちゃってるな。あーこれでもあれかな、やっぱり牛蜜時じゃないとダメなのかもな。多分そうだね。これ多分リアル時間と連動してますね、ここの時間が。だからこれが牛蜜時にしっかりなってるとなんか変わってくるんでしょうね。ちょっと牛蜜時に改めてプレイしてみたいと思います。2時になったのでプレイしてみました。おっと、もう始まってますね。勝手にスタートした。私の声が聞こえますか。あ、あれ、まあギリギリ聞こえてるっぽいですね。近めだな。ちょっともうちょっと離れてほしい。うん、助けて。私は寿司現なんか世界で生きて いました。現世でこっちの世界で生きてたってことかな。ですがイム夜に捕まえられていて現世に帰りたい。でも生きていた頃の記憶が曖昧 なのです。なるほど。ですが現世で私を探していただきたいみたいなこと言ってるね。はいはい。私は現世の言葉で現世の言葉が分かりません。はいはい。この中に私はいますか。なので自分を見失っちゃってるんだ、もう現世での自分を。はいはいはい。吉村舞さんだこれ。話を聞ける吉村さんいたよね。
話を聞く。あなたは私を探して、ちょっと、はい、探します。あー、すいません、ちょっと、すいません、すいません、あ、すいません、探します、探します、探します。まあこの人じゃないよね。まあまあまあ、じゃあもう一回だけ、ちょっといい。この人も現世から引きずり込まれていますと。あー、もうごめんなさい、すいません、すいません。福枝富子さんね。そして城ヶ崎千恵美さん、かわいらしいですね。綺麗な女性ですね。でも、あ、うわ、この人かよ。この人だったんだ。この点々、それもう怖いってって言ってた人じゃん。うわ、産めつるさん、94歳で初めて引きずり込まれたおばあさんです。うえ、もうフィーリングで何言ってるか分かるようになってきた、なんとなく。万引き犯に注意。いや、この万引き犯も引きずり込まれたのか。店員が呼び止めると大声で怒鳴り散らすので、とんでもない、やばい。少ない写真で探しているみたいですね。かな。いや、万引き犯、これもなぜ横顔しかないのでしょうか。確かに、なんでなんだろうね。そんな引きずり込まれた。探してこれですね。みんなの話、目黒アスナ。あれ、目黒アスナ、あれ、この子、唯一この子がだけが、この子だけが現世に帰れてるのです。はいはいはい、目黒アスナちゃんね、アイドルのね。一緒に帰ろうって言ってたもんな。何か大切な人だった記憶がありますいや、仲良かったんだけどな。いや、ちょっとあなた いないっすね。いないな、なんか。私がいない、私は誰なのですか。いや、あの写真、なんか、なんでだろう、なかったよね。見返した方が良かったか。見返した方が、あったよ。これ、桐谷さんのやつ、あったよ。これは、現世にいた頃の私です。あったよ。思い出して、私のこと。そして大切なこの子のことも、確かこの子は、引きずり込まれたんだよね。でもね、彼女のせいで。やばい、メグか。お前は麦わら、めな、これなんて、メグの、あ、身代わり、あ、そっか、メグの身代わり、お前はメグの身代わりか。身代わりにやられたんだよね。ありがとう、思い出させてくれて。戻れないのかな。この人形は私とあなたをつなげる絆。いや、ちょっと俺はつなげないでほしい。あなたが待っていれば私は現世帰れるかもしれない。この人形を見れば私は私としてちょっと理由、ああ、なぜでしょうね。これまずい、この声やだ、もう、この声やめて、もう、もうこれも、でも俺ちょっときついな、絆、ずっと大事に持っててくださいね。いや、ちょっときついわ、それ、うちちょっとさ、
うち結構物少なめなんだわ。ちょっと置くとこないっすわ。これを持っていれば私はこの身代わり人形みたいなことなのかな。やめて、もうもう出てきてるってタケノコ人形。タケノコ人形、うーわもう凝りってるもん。はい、そんなわけで次の日2時過ぎにね、牛三つ時にプレイしてみました。なるほどね、こんな追加要素があるんですね。ちょっと俺なんか無理やりねタケノコ人形僕に渡してちょっと現世に戻りたいということで、いやちょっと本当申し訳ないですけど、じゃあ別の方にちょっとお願いしていただいて、うちちょっと置くところもないし匂いもねしそうなんで、うちそういうのちょっと無理なんで、すいませんけど、皆さんもイム夜に引きずり込まれないように気をつけてください。ありがとうございました。